皆さん、ラーメン二郎ってご存知でしょうか？どうも、私です。私、ラーメン二郎って食べたことないんですけど、すごい好きで、つい先日、ラーメン二郎デビューするはずができなかったということで、あ、チョコレートパーティーでーす。なんで？てなわけで、すでに役者は揃ってるんで、早速、行ってきまーす。あー、イエーイ。はい、おはようございまーす。うわーお。タパ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 タ。いただきます。あー。で、ウェルカムタンメンから失礼します。辛っ、あっこ、うまい。これ熱湯5分なんだけど、待ちきれずに2分で食べたら、ちょっと硬くていいね。よし、じゃあちょっと生ものなんで、これからいっちゃいますね。これです。あの有名なチョコパイの生バージョンということで。うわうわ、え、チョコパイの中身をショートケーキにしたみたいな繊細なお味で、うん、幸せハッピーベリーグッドチョコレート、おお。僕2022年の目標の一つでラーメン二郎デビューするってのがあって、2個上に兄がいるんですけど、彼が生粋のラーメナーで、え、ちょっと連れてってよ兄さんみたいな言ってて、一緒に行くはずだったんですけど、なんか彼めちゃめちゃダイエットに成功してて、これラーメン二郎食べさせたら絶対リバウンドしちゃうよねと思ってやめちゃったんだよね。ってことで延期になっちゃって、じゃあまあ仕方ないから大好きなチョコレートパーティーってことで今に至ります。みんなちょこちょこした茶色してるけど、これもまあ四捨五入したら茶色みたいなもんだから、まあバレないかなと思って今日呼んでみたんだけど、大丈夫そうだ。はい、すごいキュートな見た目してますよね。ラーメンと全然違うけど美味しいや。この子半分アイスみたいだから、ちょっと先食べちゃいますね。うますぎます。生と生じゃないでこんなに差が出るんだね。もうお刺身と干物みたいな感じで全然違う種族。さすが茶色仲間、お似合いですね。僕家系ラーメンがめちゃめちゃ盛んない神奈川県の横浜出身だから、割とちっちゃい頃からラーメンっていろんな種類食べてきたんだけど、二郎系って本当に一回も食べたことなくて、せっかくラーメン二郎食べるまではラーメン我慢してたんだけど、さすがに抑えきれませんでした。まるで粘土のようなもっちり加減。僕幼稚園の頃粘土遊びめちゃめちゃ好きだったので懐かしさを覚えます。これこんなに大きくて見た目もいかついのに、枕の綿みたいにふんわりしててダイナミックお父さん。うん、これこれチョコたち。うわ、この見た目じゃ優しいって言われても絶対信用できないよね。あら、いいじゃないのこれ、チョコパーティー最高。ちょっと濃いかもね、他の子たちが優しい分。うんうんうん、もしかしたら甘いのと辛いのって相性いいのかもしんないね。辛いものって食べると食欲増進みたいな言うもんね。そうか。うん、熱い、辛い、ありがとうね。この食堂が熱発してる感じ、気持ちがいい。ラーメンの食べたさをしのぐためにさ、カップ麺みたいな食べるけど、なんか結局やっぱお店で食べたいよねって思っちゃうんだよね。パン、これもう見た目がパーフェクト。味もパーフェクト。あんまりちょこちょこしい味しないんだけど、この外サクサクした感じが癖になっちゃうんだよね。よく男性でラーメン屋さん巡りが趣味ですみたいな人聞くけど、女性でいるのかな、一人で私ラーメン巡るの好きなのよねとか、気になるあの人とのデートでもラーメン屋さんで全然 OK みたいな人いるんですかね。やっぱ、いや、デートでラーメン屋さんはちょっとねって思うのかしら。でもラーメン屋さんだとあんまお話とかできないもんな。そういう意味では誰かと行くのにはあんま向いてないのかもしれんな。そもそも行く人いねえや。カチコチ遊ばせー。
あと僕ラーメン食べるのすごい好きなんだけど、結構油物に弱い胃腸してまして、こってり系ラーメンとか食べちゃうと3分後にはお腹痛くなってんだけど、ラーメン二郎大丈夫かな。よかったらラーメン二郎の先輩方アドバイスお願いします。まずまずこのスポンジ、トイプードルの毛買ったみたいな感じでモコモコしてて美味しい、かわいい。私お犬様好きだからさ、もう見て癒され、食べて癒され、触れて癒され、ありがとうね。うっしりきますね。確かにチョコってレンガみたいな見た目してますもんね。これチョコラパーみたいなやつなんだけど美味しそうだね。じゃあ行ってきます。柔らか優しい、表面にお砂糖シャーベットみたいなコーティングされてて、シャリシャリハッピー。でもちょっと甘いね。スーパーカー、やっぱラーメンの後はアイスでしょうね。僕ちっちゃい頃からこのスーパーカップのチョコチップ味3、4、5番目ぐらいに好きだったから、締めには最高。あー、これ半溶け状態みたいになってんのにすんごい冷たい。チョコにも派閥があったみたいで、あんまり合わない。こっち冷たくて結構浅い関係を求めるチョコたちで、この子たちはほんとベタベタ、そういう意味であんまりうまくいってなかったですね。あんなに可愛いチョコメロンパンだったのに、今はなんだかとっつきづらいね。うんうんうん、もうほぼ液体。今年中に絶対ラーメン二郎デビューしてみせます。そして YouTube もチャンネル登録10万頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。ラーメン二郎待ってろよ。もみもみもみ、ごちそうさまでした。ってなわけで大好きなチョコレートパーティー楽しかったんですけど、余計ラーメンが食べたくなりましたね。皆さんもよかったらラーメンパーティーやってみてください。ませませあれ、はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画も見てください。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた。ラーメン二郎の何がいいって、あの黄色い看板ですよね。僕黄色って3、4、5番目ぐらいに好きな色なんでね。またねー。